名古屋立てこもり放火事件は2003年9月16日に愛知県名古屋市東区東大曽根町本通りで発生し3人が死亡41人が負傷した殺人、現住建造物等放火、強盗、人質強要、銃刀法違反などの事件平成最悪の立てこもり事件として取り上げられることもある2003年9月16日午前10時ろ、運送会社 京急便の賃金不払いに抗議した社員の男が愛知県名古屋市東区東大曽根町本通りの大曽根駅前に位置する第一生命大曽根駅前ビル4階にある京急便名古屋支店名古屋営業事務所センターに出バ傍聴、ポリ容器を持って侵入した。男は男性社員ともみ合いになり軽傷を負わせた後女性社員22人負傷した。 男性社員一人を解放した一方で店内にガソリンを巻き、支店長以下男性社員八人を人質に取って支店内に立てこもった。その上で男は支店長以外の社員七人を解放した一方で13時頃までに残るポリタンクを倒して中身を撒き散らし、支店長に命じて京急便本社に電話をかけさせ、 7月から9月分までの現金25万円を指定した銀行口座に振り込めと電話させ12時10分頃に要求金額通りの現金を振り込ませた事件発生を受けて愛知県警察は加害者の説得に当たった一方警察庁では事件発生の第一報が入った直後から応援部隊を派遣する準備を始め 大阪府警察の刑事部捜査第一課特殊班捜査係に出動を準備するよう指示し、県警特殊部隊に待機命令を出した。だが、現場の室内には揮発したガソリンが充満していたため、加害者の制圧に銃器や先行弾を使用することができない状況であった。警察はさらに加害者の説得を続けたが、最終的に加害者は、 支店長を残し人質7人を解放した直後の13時10分頃にライターでガソリンに火をつけ自爆した。この爆発で加害者と人質の支店長が死亡し、加害者を制圧、逮捕するため現場階段付近にて待機していた県警の機動捜査隊隊員が1、酸化炭素中毒で殉職、ビル3階にいた警察官3名が熱風などで重傷を負い、ビルの外では 爆発によって飛散したガラス片などで警察官、消防隊員、報道陣、通行人ら38名が停傷を負った。加害者、支店長の死因はいずれも少子で、二人はそれぞれ出入り口から入った場所、事務所南東近くにて仰向けで倒れていた。県警は16日22時45分から加害者宅を家宅捜索した。一方、翌17日には、 東警察署に特別捜査本部を設置して現場検証をした。この事件を NHK テレビ愛知を除く民放テレビ各局は報道特別番組として生中継した。特に TBS 系列と富士テレビ系列は事件発生時、それぞれ在名局発の番組放送中であったが番組開始から数分で番組を中断、ニューススタジオに切り替え生中継を開始。 このため爆発の瞬間が中継された。この事件以降、ガソリンスタンドのポリ容器などでのガソリン販売の禁止が徹底され、法規制が強化された。また、日本警察は事件を機に立てこもり事件の専門部隊、A チームを創設した。京急便側も、本社、名古屋支社が全焼したために、同年12月をもって、本社、名古屋支店、名古屋営業所、 事務センターを移転することとなった。県警は2004年1月15日、殺人、現住建造物等放火、強盗、人質強要、銃刀法違反などの容疑で死亡した被疑者の男を名古屋地方検察庁へ被疑者死亡のまま書類送検した。事件から16年後の2019年2月、JNN は事件現場で加害者と交渉し、 爆発により一時期意識不明の重体に陥った県警、捜査一課の警部を取材するとともに、事件に対処する当時の警察、消防を記録した映像を入手した。ありがとうございます。